それではこれより舞台挨拶を始めていきたいと思います。白鳥玲子でございます。ザ・ムービーは累計1700万部を超える人気コミックス、白鳥玲子でございますを20年ぶりに映画化した作品です。ドラマ版もですね、1月から放送されまして大評判となり、数多くの方にご覧いただきました。そして劇場版は本日初めて一般のお客様にお披露目することとなりました。本日は立ち見の方もいらっしゃるくらいたくさんの方がお越しいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。公開に先立ちまして、まずはお一人ずつご挨拶をお願いいたします。熊監督お願いいたします。監督をさせていただきましたの熊と申します。今日はテレビ版を得て、満を持して、今日劇場版公開ということの、晴れの舞台にこんなに大勢の皆さんに集まっていただきました。本当に、ありがたい気持ちでいっぱいです。テレビ版からさらにパワーアップした劇場版を今日楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございます。続きまして、自他ともに認める世界のお嬢様、白鳥玲子を演じられました川北麻衣子さん、お願いいたします。すごいハードル上がっちゃいましたね。すいません、白鳥玲子役の川北麻衣子です。本日はやっと皆さんに見ていただけるということで、すごくなんかワクワクとドキドキとちょっとなんか複雑な気持ちでいっぱいなんですけど、皆さんに楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、ここから詳しくお話を聞いていきたいと思うんですが、まずは川北さん、主演の玲子役が決まった時の気持ち聞かせてください。そうですね、やっぱり主役ということですごく嬉しかったんですけど、さらにやっぱり白鳥玲子役なんですけど、タイトルも白鳥玲子でございますということで、タイトルに名前が入っているのってすごく珍しいと思うんですけど、すごく本当に単純に嬉しかったです。はい、その嬉しいというこの気持ちを持って撮影に挑むことになったということですけれども、演じるにあたって役作りなどで工夫されたところはありますか？そうですね、工夫しましたね。はい、やっぱりおほほが代名詞ということで、すごいね、本読みの時も全然できなくて、監督が多分頭を抱えてたとは思うんですが、すごい全然なんだろう、現実味のないキャラクターなので、結構役作りは工夫というか苦労はしました。はい。どこかこだわったところはありますか？そうですね、でも今まで松行さんだったり3代目ということで鈴木保奈美さんもやってるんですけど、そういうことは意識せず、なるべくなんだろう、真由子らしく自分らしく演じれたらいいなと思いながら、なんか新しい白鳥玲子が誕生したっていう気持ちで皆さんに見ていただければなと思いながら、はい、演じました。先ほどお話にも出ましたけれども、これまでにこう鈴木保奈美さんですとか松行靖子さんが演じられて、もう一大センセーションを巻き起こしましたよね。こう過去の作品っていうのは意識されました？はい、あんまり意識せずにやりました。一応見させてはいただいたんですけど、なんか昔の作品に引っ張られてしまうと、なんだろう、せっかく私がやるのでなんか自分らしさが出ないかなと思って、あんまり意識せずにやるようにしました。はい、笑ってらっしゃいますけど何かありましたか？いや、今誰に手振ったのかなと思ったんだけど、ごめんなさい、急に振っちゃってすいません。失礼しました。では続いて監督に伺いますが、監督から見た女優としての川北さんの印象はいかがですか？そうですね、僕もこの話をいただいて、川北さんでということでいただいたときに、ちょっと失礼ですけど、川北さん女優ですかってちょっと思ったんですね。いや、もう本当テレビいよいよ拝見させていただいてますし、よく存じ上げてるんですけれど、で、本人と初めてお会いしたときに、実は、ニューヨークに、ね、いらっしゃるときにニューヨークのアクターズのね、結構いろんなワークショップ受けてたりとかっていう話を聞いて、これは実はもうとんでもなく女優心を持ってるんだなということをその時初めて知りまして、それならばこっちの言うこと何でも答えてくれるんじゃないかという、そういう期待を持って
撮影に臨ませていただいたんですけれど、まあ、さっき、ね、本人がおっしゃったように応募ができなかったのかえこれ肝ですよねっていうところでちょっと不安を抱きながらクランクインしました、はい、撮影現場で何か具体的にアドバイスはされましたか？そうですね、ご紹介にもありましたように、もう川北さん本当にリアルお嬢様なので、僕の方からこれお嬢様としてこれありですかないですかっていうことをよく聞いてましたね。あと2人でよくデヴィ夫人の話をしてました某番組つながりで、はい、そうですね、夫人を意識してやろうっていうことで夫人を意識してお芝居をさせていただきました。そこが原点にあったんですねそうですね、はい、そこは初めて伺いました本作ではですね、ボーイズ&メンことボイメンの水野勝さん演じる哲也が麗子の恋人役としてドラマ版そして劇場版に出演されていますよね。でまた劇場版では新たな恋がたきとしてこちらもボイメンの小林豊さんが出演されていますが、ともに川北さんは初共演だったんですよね。そうです、初です、はい。現場いかがでしたか？いや、なんか他の役も皆さんボイメンさんがやられてるんですけど、なんかすごい和気あいあいと本当になんか高校生みたいな、なんか学校みたいな合宿みたいな感覚でみんなで楽しくやらせていただきました。同年代の方がばかりですもんね。そうですね、はい、すごく楽しかったですね、はい。何か印象に残っているシーンとか思い出はありますか？劇場版で一番最初のシーンで麗子様が頑張って料理をするシーンがあるんですが、そのシーンが面白くて、なんか自分で演じてて、もちろん見てても面白いんですけど、演じてて面白くなってしまうと、なんだろう、見てる人は面白くないので、 なるべく一生懸命やろうと思ったんですけど、さすがにそのシーンは笑いすぎて何回も何回も撮り直しをやって、はい、哲也君にはちょっと迷惑をかけてしまいました。監督は印象に残っていることありますか？ボイメンですか？水野君たちですか？撮影現場で。そうですね、まあやっぱり撮影を進めていくごとに僕は川北さんがどんどん麗子になってきてて、で、麗子だ麗子だと思ってたことがやっぱり印象的ですし、まあ、ボイメンのみんなは今おっしゃったようにね、本当に和気あいあいとしてるんですけれど、なんていうんですかね、和気あいあいとしながらも互いの、まあ、芝居を見て、まあ、ライバル心燃やして、なんていうんでしょうかね、こう前へ前へというか上へ上へっていう風な姿で、まあ現場に臨んでるのがすごい印象的でした。お互い高め合ってということですか？そうですね、そう見せてないですけどね、そういう感じをすごい受けましたね。